つける薬がありません。皆様こんにちは、ナビゲーターのミレイです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。サムスン電子が大慌て。最先端デバイスでサムスン電子が受注を逃しまくって大騒ぎ。失注したのは自業自得なのですが、韓国サムスン電子における今年最大のニュースといえば、何をおいても6月30日から開始された3ナノメートル半導体デバイスの量産です。このニュースについては当チャンネルでも何度かご紹介しているのですが、印象に残るところでは5月20日、バイデン米大統領とユン大統領が3ナノメートルプロセスのウェハーに署名を残したことでしょうか。何より技術レベル最高の半導体デバイスの量産開始。しかも世界初なので、プライドの高い韓国の人たちにとっては、きっと一生忘れられないいい思い出になったのではないでしょうか。それはさておき、サムスン電子はこの3ナノメートルデバイス技術を利用して製造に特化するファウンドリービジネス。例えばスマホやゲーム、コンピューターグラフィックスなどに使用するシステム半導体を生産し、現在この分野の世界シェアトップである台湾のTSMC 社を追い抜く野望に燃えています。しかし、最近発表されたニュースによると、現在、ファウンドリービジネスの主流である4または5ナノメートルのシステム半導体において、サムスン電子は大口顧客の採用に次々と失敗、いわゆる失注を繰り返している様子です。そして、このまま採用が得られない場合、3ナノメートルデバイスでの巻き返しはかなり難しいのでは?と内部で動揺が広がっています。そもそもサムスン電子のシステム半導体は使用中に発熱しやすい、また生産するときの分止まりが低いなどの悪材料が指摘されていて、それらの理由が不採用の原因だと見られていたのですが、最近の様子を見るとどうやらそんな技術的な問題だけが原因ではなさそうです。前置きが少し長くなりましたが、今回はそんなサムスン電子が繰り返しているシステム半導体の失注の原因についてお伝えしたいと思います。先月9月29日付の朝鮮日報は、アメリカの大手半導体メーカーである NVIDIA は、新しいグラフィック処理用半導体、いわゆる GPU の生産を台湾の TSMC 社に発注したと報じています。この GPU という半導体は、コンピューターグラフィックスや人工知能、AI の計算に欠かせない半導体で、これまで NVIDIA はサムスン電子に発注していた経緯がありました。しかし今回、その半導体の性能を上げるため、4ナノメートルデバイスに切り替えることになり、その際にサムスン電子から TSMC に乗り換えたと朝鮮日報の記事は伝えています。また、同記事では、最近サムスン電子のファウンドリービジネスでは失注が相次いでいると報じており、その例として、スマホ用半導体の大手メーカーであるクアルコムや、コンピューター用半導体の AMD などが、今年発売する半導体の生産を、サムスン電子から、軒並み TSMC に乗り換えているということです。遅まきながら、ファウンドリービジネスとは、他社から生産委託を受けて、製造だけを専門に行う、主に、半導体産業で多く見られるビジネスモデルです。売りは、その専門性ゆえ製造技術が高く、また多くの企業の製品をまとめて製造できるため、コストを低く抑えられるメリットが挙げられます。話を戻しますが、
最近におけるサムスン電子の最も大きな打撃は、間違いなく MacBook 用半導体の失注でしょうか。この MacBook 用の半導体は、3ナノメートル半導体技術が要求されるのですが、受注したのは量産をすでに始めているサムスン電子ではなく、まだ量産していない TSMC に決まったというのですから浮かばれません。あれだけ鳴り物入りで3ナノメートル半導体の量産を始めたことを喧伝していたサムスン電子だったのに、まさかまだ量産もしていない TSMC に負けるなんて、これじゃサムスン電子のメンツは丸つぶれですよね。一体なぜサムスン電子のファウンドリービジネス、すなわちシステム半導体ビジネスは最近失敗続きなのでしょうか。記事ではその理由として次の3つを挙げています。1つ目は納期と品質。ファウンドリービジネスは決められた納期に約束された品質の半導体を滞りなく供給する信頼性が何より重要です。まあこれはどんなビジネスでも共通して言えるのですが、こと半導体となるとわずかな不具合やミスが巨額損失につながりますので、その意味において特に重要視されている項目です。しかし今のサムスン電子では TSMC が提供する納期と品質に追いつくのは容易ではないと記事でも記載してある通り、 TSMC の技術は半端ない様子です。いくら納期と品質はビジネスの基本といっても、許容品質の範囲内で優劣を競い合う半導体ビジネスにおいては、それこそずっとクオリティを上げ続けないと生き残っていけません。顧客からしても半導体は今後も発展し続けるビジネスなので、たとえ品質が許容内であったとしても、次につながるより優れたものを納品する企業を選ぶことはとても重要ことだと思います。妥協で生き残れる世界ではないということですが、記事を見て少し感じたことは、朝鮮日報さん自ら韓国が約束を守らない国であることを暗に認めているようなところがちょっと笑えた次第です。ところで2つ目は、サムスン電子は半導体だけでなくスマホやタブレットも作っているため、自社製品向けの半導体も生産する必要があり、そのため外部の顧客用に生産する設備には限りがあるとしています。そしてこれに関連した3つ目の理由として、 TSMC 社は自社製品を作らないという TSMC の CC Wei CEO 最高経営責任者の言葉を紹介しています。そもそも TSMC は他の半導体メーカーから半導体の設計図を受け取り、その図面通りの半導体を作るファウンドリー会社の本家本元ということからも、サムスン電子のようにアップルと競合するスマホなんて作っていませんし、 AMD と競合するコンピューターも作っていません。ただでさえ世界の技術をパクりまくっている韓国メーカーに最先端の半導体の設計図を渡すというのは、セキュリティ上完全にアウトですよね。これから戦う相手に自分たちの武器を作ってもらうこと自体、経済安全保障面においてかなりの問題が生じると TSMC の CC Wei CEO は言及しています。そしてこのセキュリティについてはもう一つ韓国ならではの理由があると個人的に思うのですが、その理由をご説明するのにちょうどいいニュースが今回のニュースの翌日に報道されています。こちらも朝鮮日報なのですが、同紙9月30日の記事によると、韓国国防部は9月29日、日米韓による海上軍事訓練の日程とその内容が野党議員に流出し、事前に公開されたことについて極めて遺憾とコメントしたそうです。今年から韓国の大統領は日米との関係性を重視するユン大統領に変わったのですが、先月9月下旬には日米韓3カ国合同で行われた海上軍事訓練が日本海沖で実施されました。
韓国国防省はその訓練場所と日時を事前に報道関係者に伝えていたのですが、その訓練内容が北朝鮮や中国にバレれば安全保障上の問題になることから、許可なく勝手に報道しないよう報道各社と協定を結んでおいたのです。特に今回は北朝鮮の潜水艦発射弾道ミサイルに対応する訓練だったので、その秘密性はとても重要だったと言われています。しかしその訓練場所が竹島から150キロしか離れていない海域であることを知った野党共に民主党のアン・ギュベク議員が、こんな近くで日本の自衛隊が訓練するのは問題だと、訓練前日にフェイスブックでその訓練内容をばらしてしまったのです。目先の人気を得たかったのだと思いますが、その代わりに国の機密情報を敵に渡したことになり、そう考えるとこの議員かなりイカれた行動をしています。韓国は親米派と親中新北朝鮮派に国論が真っ二つに分かれており、その時の政権によりどちらの色に染まるかがわからない国。その一方で韓国が作る最先端の半導体はスマホやパソコンのような民生用だけでなく、ドローンや高性能ミサイル誘導装置などの軍事用にも使われる重要な戦略物資です。そんな安全保障にとって要ともなる大切な半導体を、頭のいかれた政治家及び街中にいる工作員、また反日デモに率先して参加している市民活動家が多くいる国に作らせるリスクは青天井。これはアリの一穴のような小さな穴ではありませんので、西側諸国で使う半導体を韓国で作らせること自体、どのようなレベルのものであっても控えるのが無難ですよね。次は今回のニュースに関する韓国の反応です。サムスン電子のファウンドリーがうまくいかないのは日本の輸出規制が原因です。規制された素材調達ができなくなったので代替素材に変更したら不良品が増えてしまった。これもみんな日本のせいです。これがムンジェイン政権5年間の成果です。これがあと5年も続いていたら、たとえサムスン電子でも回復不能なレベルまで破壊されていたと思います。ムンジェインという災害のために失われた5年間が大きすぎ、北朝鮮のことしか考えない左派は国を台無しにするだけなので、徹底的に奴らを追い出さなければなりません。サムスン電子のイ・ジェヨン副会長を刑務所に入れたおかげで我が国の技術開発が遅れてしまいました。副会長を刑務所に入れたことで何かいいことはありましたか？サムスンが発展する機会を逃しただけだと思います。我が海軍兵士たちが竹島近くの海域で旭日旗に敬礼をするなんて、これほど屈辱的なものはありません。ユン政権は恥を知りなさい。岸田との屈辱会談の結果がこれですか？今の政権は、うちが今までどれほど日本にやられてきたのか、その悲しい歴史を知らなさすぎです。そもそも何の考えもないド素人が大統領になったからこんな事態になったんです。日本はこれを機に、いずれまた朝鮮半島に攻め入ってくるでしょう。今回はなぜサムスン電子のファウンドリービジネスはうまくいかないのか、その理由についてお話ししてみました。サムスン電子はこれに懲りず、今後ますますファウンドリービジネスに投資を行い、必ず TSMC を超えてみせると息巻いています。100歩譲って半導体の発熱や製品不止まりに代表されるような技術的な問題なら、お金と時間をかければいずれ解決するでしょう。しかしながら、国としての信用や国民に深く根付く反日思想、それに加えてコロコロ変わる政権運営を続けていけば、それが一つのカントリーリスクとなり、結局いつまで経っても TSMC には勝てないという、当面はそんな展開になるのではないでしょうか。本当に懲りないですよね。
皆様のご意見ご感想をお待ちしています。たくさんのいいね評価やコメントはいつも私たちの励みになっています。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。